はいどうも、皆さんの胃袋の恋人、ナオドです。さあ本日もですね、自宅のバーベキュー場で美味しい外飯やっていこうと思うんですけども、今日はですね、久しぶりに焼き鳥をつまみながら酒でもしばこうかと。最近ずっとお茶と米ばっかり飲んでましたんで、まあたまにはお酒も飲もうかなと思いまして、今日は焼き鳥で一杯いきましょう。で、その焼き鳥なんですけども、大体俺がね、今までやってきた焼き鳥っていうのは、塩とか、あとは簡単に作ったこうタレとかで食べてたと思うんですけども、今回はですね、鶏ガラをちゃんと下処理してタレと一緒に煮込んで、旨味あふれる特濃のタレをね、前日に仕込んでおきましたので、まずはそちらの映像からご覧ください。はい、では早速焼き鳥のタレ作っていこうと思います。使う調味料がこちらです。醤油、お酒、みりん、ザラメですね。美味しいタレを作るポイントとしてはですね、やっぱり料理酒じゃなくてちゃんとしたお酒を使うことと、あと本みりんを使うこと、これが大事みたいですね。で、あとはね、ちゃんと分量を測ること。俺普段あんまり分量とか気にせずに作っちゃうんですけど、今日はねしっかり測ってタレを作っていこうと思います。だいたい比率的には、お酒1に対して醤油とみりん2で、ザラメをねだいたい1も入れなくていいみたいなんですけど、1弱ぐらい、その分量で作っていきます。で、まあ、俺一人が食べる分なんでね、あんまり、量作ってもしょうがないので、大体ね、分量的には、お酒 200ml に、醤油とみりんをね、400ml ずつ。で、まあ、ザラメを、200g ないぐらいかな。まずはそれぐらいの分量で作って、煮詰めていって、完成って感じになりますね。そして調味料以外に使うものがこちらです。これ、冷凍物なんですけどね、鶏ガラ丸々1羽です。そして、長ネギですね。今回は調味料のね、分量もしっかり揃えて、この鶏ガラとネギの旨味も抽出して、めちゃくちゃうまい焼き鳥のタレを作っていこうと思います。ではまず鶏ガラの下処理からやっていきます。沸騰したお湯に、鶏ガラ、まだちょっと凍ってるんですけど、これを入れまして、下茹でしていきます。アク出ますね。これが臭みにつながるわけですね。続きまして、下茹でが完了した鶏を、これをね割っていきます。うわ、まだ中の方微妙だな。これもう一回ちゃんと茹でなきゃダメだ。今度こそ大丈夫ですね。そしたら、この鶏ガラ、流水で表面の汚れなどをね、洗っていきます。続きまして、長ネギカットしていきます。だいたいこれぐらい。続きましてですね、俺これかなりびっくりポイントだったんですけど、このね、鶏ガラを焼くんですって。そうすることによって余計な油が抜けて、より臭みが抜けて、旨味も凝縮して美味しいタレに仕上がるそうです。よく肉のブロックなんかは旨味を凝縮するために最初にね、表面に焼き目つけたりとかしますけど、こういう鶏ガラとかを先に焼くっていうのは俺今まで聞いたことなかったですね。まあ、せっかくなんでチャレンジしようと思います。といってもちょっと焼き網がなかったんで、家のグリルでやりますね。こんな感じかな。端の方が若干焦げたね。まあまあこんぐらいだったら許容範囲でしょう。続きまして、長ネギも焼いていきます。やべ、ちょっと焦げた。あ、でも本当表面だけだな。これなら大丈夫でしょう。ではいよいよタレ作りやっていきます。まずね、日本酒 200ml、続いてみりん 400ml、 そしてこれを火にかけまして、弱火で煮切りしていきます。沸騰させないようにね、ゆっくりゆっくり温めてアルコール分を飛ばしていきます。煮切りが完了したら、醤油を 400ml で、すいません、調べたらですね、ザラメだけじゃなくて白桃も混ぜた方がいいそうなので、ザラメが 130g、 白桃が 50g ぐらいの割合で入れます。
そしたら再度火を入れて、かき混ぜながらゆっくり砂糖を溶かしていきます。砂糖がしっかり溶け込んだら、ここに鶏ガラ入れていきます。ネギも、これであとは弱火でコト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 タレを煮詰めつつ、鶏ガラとネギから出汁を抽出していきます。だいぶ煮詰まりましたね。よし、じゃあ火を止めまして、こします。これで冷蔵庫で一晩置いて完成です。はい、では1日経過しまして、これから、肉の下処理と串打ちやっていこうと思います。今回使うお肉がこちらです。鶏のもも肉、皮、砂肝です。本当はもっとねバリエーション豊かにしたかったんですけど、スーパー行ったらこれしか売ってなかったんで、今回はねこの3つで焼き鳥やっていこうと思います。ではまずはこちらのもも肉、皮外していっちゃいましょう。よいしょ。そして適当に食べやすい大きさにカットしていきます。続いて皮です。あの包丁全然切れないんでね、持ち替えました。そして砂肝です。砂肝はまず半分に分けまして、で火が通りやすいように切れ目を半分ぐらいまで入れて、こんな感じ。では串打ちやっていきます。今回使うのはこのキャプテンスタックのバーベキュー串ですね。これだけ長いとね、ひっくり返す時とか熱くなくてなかなかいいですよ。続いて皮です。皮がまた串が通らねえんだこれ。よいしょ。ザ・不格好ですね。まあいいんだよ、焼いたらうまいから。そして最後砂肝です。はい、ではこれで串打ち完了です。一晩置いたタレがこちらですね。これわかるかな、この特のおっぷり。なんかタユンタユンしてるでしょ。この蓋を開けてね、ちょっと匂ってみると、すっげえいい匂い香ばしい香りしますね、この段階で。で早速火起こしやっていこうと思うんですけども、今日もね焚き火でやろうかと思ってたんですが、先日雨が降った時にね、俺シートかけ忘れてまして、薪重くそ濡れてしまったんですよね。今乾かしてる最中なんで、今日は七輪&炭で焼いていこうと思います。やっぱり焼き鳥って言ったら七輪でしょ。本日使う炭はこちら、火がつきやすい割れ木炭。火付きのいい使いやすいサイズに割られた木炭ですって、なんか体のいいこと書いてありますけど、まあ、要は普通の木炭のね、割れてしまったやつが入ってる感じです。でも火付きがいいっていうのはね本当です。この木炭は非常に付きがいいので、こういうね固形燃料をまず下に置いて、ファイヤー、そしてどんどん入れていってしまうと、これだけで十分火付きます。これでしばらく待ちですね。炭の着火はね、しっかり火がつくまで待ってあげるのが大事ですね。炭消し壺に小型が残ってたんで入れちゃいましょう。すっかり忘れてたよ、もうこれ残ってんの。アミスッツ。
そしたらこのタレを塗っていきます。本当はね、焼き鳥って言ったらここに直接こうズボッと入れて焼くことが多いと思うんですけど、さすがにねこの量全部は使わないし、生肉つけちゃうと今後使えなくなっちゃいますんでね、今回は塗りでやっていきます。一度塗ったタレが乾いてきたら二度塗りと。では早速ももからいただきます。ちょっと先の方焦げちゃったけどね、いただきます。なんだこれ、やっぱうまやっぱり超うまい。これ思わず笑顔になりますね、本当に。もうもともとタレがあの鶏ガラとかあのネギとか焼いて漬け込んでありますんで、結構香ばしい香りがすでにしてるんですけど、それをねさらに炭で焼いてるもんだからたまらんすよ本当に続いて皮です。皮やっぱりね油よく落ちるから先の方めっちゃ焦げましたねうーん、この溢れ出る油と甘辛のタレの相性よ本当におお鶏皮この野郎本当に、うわうんめえこれ。この舌にこうじわーってくるこのコクたまんないですね、うん、まっ。砂肝いい感じに照りってますね、うん。この砂肝の食感いいっすよね本当に、のザキュッザキュッみたいな、ゴリュッゴリュッみたいなまあなんて表現したらいいかちょっとよくわかんないですけど、うん。これもまたタレによう合いますな本当に。さあまだあるぜ、どんどん焼いていこう。ではここらで一丁乾杯しましょうか。今日はね恵比寿いただこうと思います。はい、では皆さん本日もお疲れ様でした。おいしい焼き鳥に乾杯。この食べ合わせ最高。あのよくそのお店の味が出るから焼き鳥はタレが好きだっていう人いるじゃないですか。出てますよ、串谷直人の味。はい、というわけでごちそうさまでした。ちょっとあのお酒が回ってわけわかんなくなってきてますけども、いやほんとこのタレねマジでうまいわ。いやちょっといいもんできましたね、傑作と言っていいんじゃないでしょうか。せっかくこれだけ美味しいタレができたんで、このタレを今後アレンジして焼肉のタレとかで食べたら美味しいかもしれないですね。この濃厚甘辛で香ばしいこのタレを元にして、そこに果物とかね香味野菜なんか入れてめちゃめちゃ焼肉に合うタレ作ってみましょうかね。こうやってアレンジしてなんかね今後も使えそうなものってすごく嬉しいですよね。それだけこの元のクオリティが高いってことですからね。皆さんも特濃焼き鳥のタレ作ってみてください。結構手間と時間はかかりますけど、それに見合う美味しさなのは間違いないです。ビール好きの方もうなるうまさだと思います。ぜひお試しください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。